かりです。今日はワクチンの2回目の接種に行きました。その様子を撮っていきたいと思います。1回目の接種はドライブスルーでやったんですけど、同じね病院にこの3週間経って、まあ、やってきたら、まあ、なんとドライブスルーじゃないですね。ちょっとびっくり。病院の中に行って接種する感じになってそうです。1回目のワクチン接種の動画も撮っていますので、もしよかったらそちらも見てみてください。1回目のワクチン接種の時に注射を持ったナースの人が来て、でその人がもうその注射をする直前に Is this your first or second? って聞かれたんですね。それでちょっと私はビビってしまって、1回目ですか2回目ですかっていうのの、まあ、確認だったと思うんですけど、打たれる身としてはあれこの人注射持ってるのに分かってないのと思ってしまって、パニックってしまったんですけど、あとパニックったせいもあってこう注射をされた後ちょっとゾワゾワっとしたんですよね。それプラスですね、本当だったら水分とか持ってこなきゃいけなかったのに何にも持ってこなかったから、なんかその余計ちょっとパニックになってしまったんですけど、今回はそれの経験も含めてちゃんとお水も持ってきたし、なんかちょっと軽食とかも持ってきて、はい、準備万端です。その場合は副反応がすごい出てしまったので、ちょっと今回もどうなるかなと思ってますね。なんかこう病院の中に歩いていくっていうちょっと、びっくりだけど、はい、行ってこようと思います。こんな感じ、Enter here って書いてあります。もうね、こんな個室に通されました。1回目に受けた時と全く同じ書類が渡されました。Number one, are you sick today? Number two, do you have a breathing disorder or are you on a blood thinner? Number three, are you immune compromised or are you on a medicine that affect your immune system? Number four, are you pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding? Number five, have you received another COVID-19 vaccine?Number six, have you ever had a serious reaction to any vaccine that you required medical care? If yes, describe. Number seven, have you received any other vaccine in the last 14 days? Number eight, have you tested positive for COVID-19 within the past 10 days? とりあえずですね、書き終わったので今待ってます。アメリカのね、病院結構待ち時間が長いことがあるんですけど、何分ぐらい待たされるかなと思ってます。 Yes. Alright, you don't want to move your arm a lot for this 15 minutes. That seems can make yourOr well for the next today and tomorrow. Okay.、Yeah. Just move it a few times every hour. Drink a lot of water. Okay. Or Gatorade or、juice. And if you have any discomfort and you feel like you need something, you can take Tylenol. Okay. You gotta stay with me for 15 minutes. Yes, ma'am.無事にですね、2回目のお接種終わりました。で、前と同じように時間がね、あそこに書いてあって15分ここで待っててっていう感じですね。こんな感じ。そう、ここにこの紙にね、準備って時間が書いてある、言われたのがですね、ワクチンを打ったっていう証明書のカードを、携帯でね、写真を撮って持っときなさいって。例えばなくした時とか盗難された時とかに写真で撮って携帯に保存しておいた方がいいよって言われましたね。で今打ってもさっき打ったとこだけど、そう2、3、今日と明日よく腕を動かすようにって言われたけど、なんとなく重いかな、やっぱりなんかこうゾワーってくる感じ。右手か左手か選べました。で私は左手にしました。なんとなくちょっと重い感じがするので、右手だと結構ね、右手が利き手だから私は大変かなと思って、はい、無事にですね、2回目の接種も終わりました。なんかこう英語で言うと sore って言うんですけど、なんかちょっとなんかね違和感がある感じですね、やっぱり。であとね眠いんですよ、私すごい眠くなるんで、
うん、まあなんか1回目の時と同じかなっていう感じなんですけど、この1回目の時よりも安心感があってやってるからか、こうパニックにもなってないし、でもなんかねちょっと頭の周りが遅いですね。子供たちが保育園から帰ってきました。それでもうリヴァイ君がいつもこんな感じで、帰ってきたらね寝る時間なんですけど、私もねちょっとなんかやっぱ体がほてってる気がするのでね、もうリヴァイ君と一緒にこのままお昼寝してしまおうと思います。ということでおやすみなさい。ワクチン接種から6時間経ちました。マミの具合 どんな感じ？熱がない。熱ないね、うん、大丈夫そう、うん、大丈夫そうだね。8時間ぐらいが経ちました。1回目の接種の時はもうこの8時間後っていうのは私にはもう副反応がものすごく出ちゃっていて、頭痛とだるさと、うん、あと倦怠感とっていうのがすごくてですね、夕食も食べられないしお風呂にも入れないような状態だったんですけど、うん、2回目の今回はですねそんなこともなく、はい、普通に過ごせています。リヴァイ君と2時間昼寝をして起きた時には若干の倦怠感が残っていたので、でもその時にはねマークがもう帰ってきてたんですよ家。それから私は2時間ぐらいちょっと昼寝をさせてもらいました。今から運動してって言われても全然できるぐらい大丈夫ですということなので、私の場合は副反応が2回目よりも1回目の方がひどく出てたんだなと思います。もうこれ以上私の中で、うん、体調が悪化するっていうことはねないと思います。このままもう本当に今ね普通の状態なんですよ、うん、ちょっと1回目の時とは全然違うので自分自身びっくりしています。こんだけ副反応がなかったらいい、良かったなって1回目の時も思うんですけど、まあ、なのでね、まあ、こんな感じだったっていうビデオでした。参考になれば嬉しいです。というわけでですね、これで検証終わりたいと思います。 Alright everybody have a good one bye bye。このチャンネルではブラウン家のアメリカ生活の様子を配信しています。英語での会話は字幕をつけていますので英語学習にぜひお役立てください。チャンネル登録をして一緒に大冒険に出かけましょう。 Alright everybody have a good one。